皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはノーベル化学賞吉野彰さんから学ぶ教室業の10と5のバランス感覚ということについてお話をしてみたいと思います。先日ですね、ノーベル化学賞ということで、現代テクノロジー社会の神ということで副題もついている吉野彰さんですね、リチウムイオン電池の発明をされた方で、非常に ご苦労された方、20年後にやっと毎年エントリーされるけれども毎年受賞を逃してようやっとっていうことで71歳だそうで、50歳ぐらいから20年近くずっとエントリーされては、受賞ならずっていうのがね続いていた旭化成の方のようですけれどもね、リチウムイオンがもう本当に開発されたことによって非常にこう現代のテクノロジーがいろいろ進んだっていうところに貢献された神様で、確かにね、20年間受賞ないと精神的にもかなりこうね開発事業費も加算できてて、そのプレッシャーは真綿で首を絞められるような気分だったっていうのは非常によく分かるような内容で、とても素晴らしい方だなということで受賞のテレビを見て いたんですね。で、その時に吉野さんがおっしゃってたコメントでですね、10と5は柔らかいっていう字と、鋼っていう5っていう字 のお話について語ってた内容がとても印象的でですね、教室業の中でも私も普段から右脳と左脳ということもお話をしていますし、自分自身も中庸ないしはバランス感覚っていうことをとても重要視して考えているタイプの人間だったので、非常にですね共感できるところが多かったので、今日のテーマはその10と5のバランス感覚っていうことについてお話をしてみたいというふうに思っています。まずですね、その吉野さん、ちょっと余談にはなるんですけど、お人柄なんですけれどもね、71歳にしては、もちろんそういう研究肌の方なんでしょうけれども、記者会見での発言もとてもハキハキされていて、頭がいい方だなと思いながら聞いていたし、あとユーモアがある方ですよね。笑いとかも笑顔もすごく素敵ですし、71歳っていうこう何て言うんですかね、教授というか、なんかそういうこう固い職業の方、研究者の方ってなんかこうしかめっ面の感じでこう、ね、こう孤独な孤高な感じっていうイメージがあるんですけれども、吉野さん本当にね、ずっと記者会見でもニコニコ笑っていたりとか、あと弟子さんの、ね、方がどういう吉野さんはどういう人なのかっていう話とかをしていた時に、吉野クラブじゃないですけど、なんか社内でね、なんかそういうファンクラブがあるらしくって、素敵だな、要は愛されてるんですよね、そういう科学者っていうか技術者なんですけど、でもやっぱりなんかそういうこうみんなでやっていくみたいな、一緒にこう食事もしてとか、そういうお人柄が非常にこう現れている記者会見で、素晴らしいなというふうに思って聞いていたんですよね。で、その吉野さんが発言した発言の中でですね、研究者は頭が柔らかくないといけない、それとは真逆でしつこく最後まで諦めないことも必要だっていうことをね語って、でさらに続きですね、5と10のバランスを取るのが難しい、硬いだけだとくじけてしまう、壁にぶち当たった時なんとかなるわねという柔らかさが必要だと思うというふうに話したというふうに書いてあって、これがですねいいなと思って聞いていたんですよ。まずですね、教室業の概念っていうものを、私は従来型の教室業はこうあるべきというか、皆さんがそう錯覚してしまっている教室の運営っていうのは当然知っていて、でも私は他のビジネスをやってから教室業に着手しているし、他のビジネス、特にインターネットビジネスをやっている起業家の知り合いが多かったので、
そこでうまくいってる事例をなんとか教室業に入れられないかって思いながらトライしていたタイプの人間だったので、変わってることを取り入れようとしていったんですね。で、この辺りとかはもしかしたら私は研究者に近かったのかもしれません。頭が柔らかくないといけないっていう部分ですよね、吉野さんのところで言うと。むしろ今までの教室の人がやってないことをどうやったらできて、それでうまくいく方法は作れないんだろうかをいつも、データを出しながら研究を重ねるタイプだったんで、そういうところでは多分研究家気質だったんだと思います。ごめんなさい。 そして それとは真逆で、しつこく最後まで諦めないことも必要だっていうふうに同時に言ってるんですね。これもですね、結構私もやるタイプなんですよ。ある程度熱を込めて短期間に成果を出す、ないしは結果を見たいっていう時には、そこにバーッと集中してデータを取って、その先進むか進まないかっていうのは決めるんですけれども、継続的に長くやらなくては成果が出ないと分かっているものは、やっぱり1年スパンとか3年スパンとかで考えてやることができるタイプです。いわゆる、SNS ベースで言うと、ブログとか YouTube はその系統のものになります。ブログはもう10年近くずっと書いてますしね、動画もずっとやり続けてます。後から入ってきているね、 SNS とかはその都度、ちょこっとずつ手を出しつつ、広げるっていうことはしてますけれども、ずっと諦めないでやり続けるっていう、そのあたりの感覚っていうのも非常によくわかるし、ここまでこうしようと決めたことは必ずできているんですね。それはしつこく最後まで諦めないからなんですよね。事業そのものじゃないですけれども、例えば自分の夢っていうものは一応思い描いたよ、ほぼほぼ叶ってるんですけれども、母をですね、フランスに連れて行くっていうのを旅行会社の時に決意をした夢が、25年越しで母を連れて行くことができて叶ったのは非常に嬉しい話でしたね。25年越しですよ。もちろん忘れちゃってた時期もありますよ。お互いに忙しいし、旅行一緒になんて無理だよねって思っちゃってた時期とかもあったんで。それはあったんですけれども、連れて行きたいなっていう思いはずっとあったんで、ピタッと2人のタイミングがあった時にトントントンって話が進んで、じゃあフランスに行こうっていうことで、ようやっとなんかそういった本当に叶えたかった親孝行ができたなっていうのが、すごく私も嬉しくて、サラリーマンとか有給で行く形になるんですけど、まずね、8日間とか難しかったですね。有給だからお給料は減らないんでしょうけれども、なんかこう、ちょっとこう後ろめたい思いとかね、しながら行くようになると思ったんで、難しいと思いましたけど、自営ではありましたけど、もうその時に私パン教室ではなかったので。現地とかでも対応しながらとかでもお仕事は進んでいたし、行く前と行った後ですね、ここで大体仕事をバーッと固めてやっていたので、そこまでこう毎月のね、稼ぎが落ちるっていうこともなくできるような状態で、フランスに行けたっていうのは非常にいいことだったなっていうふうに思ってるので、そのエピソードも含めて、とにかく夢は諦めなければ必ず叶うっていうふうに思っていて、ただその時間が短いか短くないかは、その人がどこまで動くかっていうことにもよるんですけれどもね、それはあると思うんです。ですから吉野さん曰く、5と10のバランスを取るのが難しい。これは私も本当に感じていてですね、課題だけだとくじけてしまうっていう、くじけるっていうのは基本ないんですけれども、頭が固すぎるとですね、そこにこう集中しすぎた時に、ダメだった時にやっぱ心折れるんですよね。折れないようにしてるんですけどね。折れる方も結構多いんです。で、ただ壁にやっぱ当たることってあるので、なんとかなるわよねっていうふうに吉野さんも言ってたんだけど、私もどうにかなるって信じてるんですよ。
どうにかなるし、どうにかするっていうふうに思って動いてるので、大概どうにかなってます。すっごいピンチっていうかね、クレーム受けることとかもあります。自分がそう思っていても、相手が自分ではないので、自分と同じような感覚で考えないっていう方もね、結構多いんですよ。このご相談は結構教室の先生からよくされますよ。こういうことをお客さんというか、まあちょっと嫌な人っていうね、ことで言われて、どう対処していいか分からなくて落ち込んじゃって、1週間ぐらいなんか他の仕事が手につかなくてみたいな相談もされる時あるんですけど、そもそもその悩み自体がですね、まあナンセンス、無意味なんですよ。なぜ無意味かっていうと、その人は自分ではないからなんですよ。自分の考えから言うすると、その人の考えって異常とか思うのかもしれないけど、その人からそのあなたの考えも見ても異常に見えてるかもしれないので、同じ人間ではないから感性と考えが違うんですよね。だから違うということを出発点にするのであれば、不快に思う気持ちが仮にあったとしても、その人はそういう人なのよねと言って、受け流すか付き合わないか縁を切るかとか、まあいろいろな手段があるんですけれども、とことん付き合うんだったら分からないけど行ってみようっていうふうに飛び込むことだってできるし、まあ私の場合には受け流しちゃうタイプなんですけどね。ああ、その人はそういう人なんだ、近寄るのちょっと控えておこうみたいな感じにすると、そもそも心がざわつかないし、騒がないし、本当に自分が付き合いたい人のためだけに時間を割くことができるので、そういう人とはすっと私は離れるようにはしています。これもまあ10と5のバランスのところだと思うんですよね。硬い状態で当たっていくから、相手に当たられてくじけちゃったり、余計なこうストレスとか、人間関係的な感情的な心理的なものとかをね、抱えちゃったりとか、まあ人から言われるっていうことを気にする方もこのタイプです。要は気にしないってことは受け流すっていうことで、何か動いたら気に入らない人は気に入らないんですよ。で、それを聞いてしまうか聞いてしまわないかなんですけれども、参考意見で聞くレベルは OK なんですけど、その心の中に取り入れてしまうと、自分がね、落ち込んで何もできなくなっちゃうぐらいだったら、それを取り入れないっていう選択肢を持つことだって必要かもしれないじゃないですか。だから硬いだけだとですね、くじけるっていうのもよくわかるし、それはクライアントさん見ててもそう思います。柔らかい人はですね、今度ね、締まりがないんですよ。なんとかなるっていうふうに思ってて、いや、もちろん明るい方がいいんですよ、基本気持ちの発祥は。明るい方がいいんだけれども、本当になんとかなると思ってて何もしない人いますからね。いや、それなんとかならんだろうみたいな。一応なんとかなるって言ったって、それになる方向に行くように努力はし続けて、なんとかする、なんとかなるですからね。ここ勘違いしないでほしいんですけど、ぼーっとしてるだけだとね、何にもなんないですよ。悪いですけど、本当に。ここちょっとね、言葉を履き違えてる人がたまにいて、いや、なんとかなると思ってるんでとかって言って、本当に何もしない人いますからね。いや、能天気すぎるだろうっては思ったりしますけど、 なんとかなんないですよ、そんな簡単に。だからやることはやるんだけれども、やりきった上でどうにかなるよっていう楽天的な感じがいいなと思うので、バランスっていうのはどのみち必要なんですよね。で、教室業の中において私がよく言ってるのは、デザイン脳と経営脳っていう、まあビジネス脳と両方持った方がいいっていうふうに言ってるのは、この感覚に近いからです。デザイン脳を発揮する場合には、どっちかというとやっぱ右脳とか感情的な部分とか視覚的なものとかビジュアル的な部分を発動するケースが多いので、そこにこうデータとかがあんまり入ってくると、こう素敵なものができていかないんですよね。単純に綺麗とか心が揺り動かされる、まあ文章もそうなんですけどね、っていう感覚だけど、もう一方で数字とかデータを追いながら、PDCA ですね、プラン、ドゥ、チェック、アクション、この内容精査しながら、確認しながらチェックして次に進むっていう、やっぱりそれができてないとダメなので、女性の教室業の先生、女性が多いんですけど、こっちがやっぱできてない、経営能の方ができてない人の方が割と多いっ
ですね。で経営のガチガチの人は逆にデザインができない人も結構多いので、これ両方やっぱ持ってる方がいいので、そういう意味では研究者なんだけど吉野さんは10と5のバランスがとてもいい方だなと思って記者会見を見ていて感じました。柔和なお人柄ですね。ああ人に好かれるだろうなこの人はとか思いながら、下の部下の方たちとかにも慕われてる感じがすごくよくエピソードとか伺っててもねありましたし、研究者のなんか感じのちょっと厳しい面とかもありつつ、あとは考えさせるっていう議題の与え方っていうのも上手だなと思って拝見しておりました。なのでまとめますと、教室授業においても、10と5のバランス感覚はあった方がいいということです。でその際には自分がどちら寄りの人間なのかっていうことをまず把握した上で、足りないところを補いつついいところをさらに伸ばしていくっていう考え方で、日々成長していくといいかなというふうに考えておりますので頑張ってみてください。それでは。